でもさな、オーストラリア戦のスタメンに川崎組何人ですかな、川崎組何人とかいう考え方しないですよね。でも今出れる人誰で僕だったらあれですよね。キーパーシュミットにして、センターバック吉田と、今だと板倉になるか。あ、中田にもいるのか。でもまあ、吉田板倉っすね。吉田板倉にして、右サイドバック山根で左サイドバック旗手ですね。あ、だか川崎組多くなるね。で、森田、 アンカー、森田、右インサイドハーフ、エンドを、左インサイドハーフ、田中を、えー、難しいけどね、ゼロトップ、久保にして、万全なんですよ、全員。全員万全だったら、左、三笘にして、そうなるとな、右の配置が被るんだよな。伊藤純也、控えにして、真ん中、南のして、こっち、久保にして、久保入れて、山根が張れるようにして、森田、ここ落とすかな。そうすると、ここはさ、 あの三笘、田中は旗のここの連携のところがあって、で、南岡下はこの辺でボール受けながら出ていくっていう、まあ、事実質的な役割できるから。で、森田はここつなぎながらデコイフィルターやってもらって、ここで遠藤が掃除してっていう形。で、もう一個ギア上げるっていうふうになったら、そうだね、右サイドバック遠藤にして、伊藤純也入れて、久保右インサイドハーフにしますね。で、このままポー入れてこうだね。 遠ンドを右サイドバックと、お内側が入れてみたいな感じ。坂井宏樹、今、怪我で離脱してるんですよ。まあ、自分だったらって話ですけどね。上田は、南野疲れてきたら交代ですからね、なんでシュミットシュミットが一番つなげるし、シュミットが一番いいのは、他のキーパーにできないセンターバックがここ疲れてる時に間も通せるからっていう。監督として旗手みたいにいろいろなポジションできる選手助かります。めっちゃ助かるね。で、ただ置かれてるだけみたいな選手もいるじゃん。 ユーティリティという名のもとにいろんなポジションでボランあの、ね、攻撃力ないボランチやってますみたいなさセンターバックやってますみたいな。と違って旗手の場合ちゃんとサッカー理解してる感じもあるからね。